災害派遣で高齢警備を担当しています。また自衛隊では随時の国賓・公賓の来日に対しての米報道任務とする部隊でもあります。今回は来日駐在長藤沢担当陸佐以下27名の隊員が参加しております。なお150人にリーダー校レフレンチ7番は演奏中に射撃を行います。射撃の際非常に大きな音がします。今赤旗を振っている前方の1本目の隊員をご覧ください。隊員が旗を振り下ろしましたら射撃しますので耳を塞ぐなどの防音措置をお願いします。第一小学隊と第一師団ラップ隊が入場してまいりました。第一小学隊は昭和28年に創設され練馬駐屯地に所在し首都圏の防衛、警備、災害派遣などを担任する第一師団唯一の音楽家出身部隊です。現在第24代隊長小川博秀総理君以下41名により東京をはじめ神奈川、埼玉、静岡、山梨、千葉、茨城の1都6県を演奏担任地域とし、テレキ演奏会、ふれあいコンサート、巡回演奏をはじめ隊員の士気高揚のための演奏および各種イベントなどでの演奏支援など国家的行事を含め年間約100回に及ぶ演奏活動を行い地域の皆様に親しまれております。第1師団ラッパ隊は第1師団米歌部隊から選抜された隊員100名で編成されています。これから第1音楽隊、第1師団ラッパ隊、第1特攻隊が音楽演奏を通じて第1師団の挑戦する姿をご覧いただきます。
会場後方の 155mm 榴弾砲 FH70 が演奏中に射撃を行います。射撃の際非常に大きな音がしますので、前方鉄塔上の隊員が赤旗を掲示しましたら耳を塞ぐなどの防音処置をお願いします。まもなく防音処置をお願いします。襲撃により火災が発生、火災警報を発令。全隊員に呼吸を発令。引き続き公共紙シグナルを演奏します。この曲は東部方面音楽隊の隊員が作曲した曲です。